いな太鼓です。さあ、するしないの新たなグッズが完成しました。ということで今回はご紹介スペシャル。まず1つ目の商品はこちら。するしない、じゃじゃーん、見える？広げます。じゃーん、フェイスタオル、違う、なんだっけこれ、マフラータオルマフラータオルできました。私のするしないのひなあいたこが真ん中にドンときて、これ結構ね、濃いピンク、赤に近めの濃いピンクで、でね、かなり今回の作品もしっかりしてて原価がかかっておりますこれをね、すでにね、もうね、当たってる方がいて、もう輸送されてるの、あ、もう届いてるっぽいんですけど、おめでとうございます。今何人ぐらいゲットしてるんですか？4、5人まだその方たちしかゲットしてなくて、私も一つもらったんですけど、あ、なんか可愛いテーブルで敷いても、あ、なんかおしゃれ、なんかおしゃれじゃない？なんかいいかも。これね、結構しっかり吸収性も良くて、かなり使い勝手がよく、あとね、変にケバケバしませんでした。使ってみての感想。なんか変なタオルって、安っぽいタオルケバケバするじゃないですか、一生埃出てるみたいなやつ、ああいうのじゃないです。だから結構皆さんこれぜひゲットしてください。そしてもう一つこちらです。じゃじゃん、ワッペン、見える？ワッペン、これはね、もうね、するしないのここだけで、このサイズ見て、ここに程よいでしょ。これ私が貼りたくて作ってもらったんで、ちょっと今日はね、ここに貼ろうと思います。このワッペンを、これアイロンで貼れるんです。早速貼ってみたいと思います。ワッペンの上手な貼り付け方。何か硬くて平らなものの上にウェアを置きます。これウェア、どうしても脱ぎたくないつなぎ今1個しかないから、どうしても脱ぎたくないの。いきます。ワッペンは貼ったことあるからね、私服飾家だから。良い子は真似しないでください。特別な訓練を受けています。あっちよ、蒸気蒸気、あっちよ。10秒っていつ？10秒、あっちよ、あっちよ、待ってスチームが顔にめちゃくちゃ、待って、まだくっついてない。あっちよ、顔にあっちよいきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。あっちよ。じゃーん。おお。綺麗に貼れました。あ、うまくない？えどう？うまくない？あ、いくない？ちょっと変にうちのつなぎアイロンかけたからピシッとしちゃったんだけど、ここだけ全部かけたいわ。かけるなら貼れました。いいやん。もうこれをゲットした方もいらっしゃるということで、よかったら皆さんもつなぎ購入していただいて、同じ位置に貼ってください。よろしくお願いします。さあ、というわけで今回はワッペンとこのマフラータオル、新商品こちらの2つでございます。すでにね、 T シャツもあるんで、ボールペンもあるし、もうこれでグッズ4つ目、増えましたね。販売していきたいと思います。その販売はどうなるかわかんないんで、乞うご期待で。さあ、というわけで今回も動画ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。 Twitter もフォローしてください。では皆さん、オリジナルグッズゲットしてね。バイバーイ。